チェコ国鉄0 4 0号線、別名フルメツなど千鳥ノートルトノフ線は、チェコ国鉄の鉄道線の名称である。1870年、オーストリア北西部鉄道の路線として開業した。プラハトルトノフのルートに位置しているが、特急は032号線を経由するため、本線は快速が主力となっている。コリーンフルメツトルトノフ間に2時間間隔で運行されている。 フルメツイセイは020号線に直通する。また、スタラーパカ・クンチツェ間は普通列車がほとんど運行されていないため、この区間では各駅に停車する。休日は半数がノバアパカ・ブルチツェ間各駅に停車する。なお、2017年度に限り、ルホタ、プロセチネー、ホチェビツェ、ブルチツェに停車する列車は、休日も1日1往復のみであった。 区間ごとに運転系統が分かれる。平日2時間に1本、休日4時間に1本の運行。フルメツなど千鳥の尾井星は、大部分が062号線のムニエステツクラーロベーまで、乗り入れる。また、ルコバートザフラッシチャには、休日は全列車が停車するが、平日は2往復を除き、大部分が通過する。一部、020号線の特急と接続する便もある。 1>, 1日1往復のみの運行で、特に休日はマルチニゼ・クンチセ間のみの運行となる。この区間のローカル輸送は快速が担っている。平日は2時間に1本の運行。大部分が044号線に直通し、ブルフラビー・クンチセ・トルトノフの系統で運行されている。休日はイレムニゼ・マルチニゼ・トルトノフ間に1日1往復のみの運行となる。 マルチニツェイイ岩は042号線に直通する。以下では、チェコ国鉄040号線の駅と営業キロ、停車列車、接続路線などを一覧表で示す。ありがとうございます。